れてる。なにこいつ。A few inches later。あ、すごい。本当普通にチョコだ。いちごの方がうまい。ということで今はカロスキル、はい、ちょっと服屋さんにね夏服ちょっと韓国の方の夏服ちょっと見てみたいなっていう感じ。今までほとんど冬服とかでしたっけ。そう冬服とか買ったりとかしてんだけどさ、はいはい、夏服こっちねそこの店で買ったことないからどんな品揃えなんだろうみたいな感じ。よく行くお店です。ユージの韓国語講座、パクス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 、おぬる燃えよ。ちょっと待って、いきなりね。今日はですね、で今この状況というよりは、まあ、あなたが服を買いに行くので服を買いに行きます、はい、ハロースキルに服を買いに行きますを韓国語でハロースキルへそう、はい、服ってオだよ、はい、お下げっそよ。はい、間違ってます。ハロースキル、はい、え、おするさろおするさよおするおするさろさろ합니다오스르사로합니다가로스키르 A 가가로스키르 2 응오스사로부쿠오오스오스르오오오스르네을을을사로사로가이니하이갑니다갑니다하이ということで本日の場所はこちらです。가로스키르にあるアラウンドザコーナー、はい、こちらの方に行きたいと思います。絶対行くと言っても過言ではない。マジめっちゃ金使っちゃう場所。そうね。この間おいくら万円でしたっけ。わかんない、覚えてない。13万円です。それぐらい使ったか。全然使ってました。はい、ということでこちらですね、アラウンドザコーナー、ここいろいろありますんで。お湯とか持ってんだね。うん、売ってますね。うん、これ3900円とか。安めのお湯って安いイメージですか。イメージ、うん、ギリボーイ、うん、めっちゃギリボーイ。あー、 LMC ってそういうやつね。有名ですよね。はい、40% オフ。へえ、元はいくらなの。9500円。何のせいだろう。親方とか好きそう。親方これ持ってる。おー、ここが私の好きなアジョバヤージョ。あ、出た、宇多田ヒカルのような。あ、そうそうそう。あ、これもアジョスウェットも。あ、これもマーキュリーおすすめ、ブランドですね。あ、星。そう、ここに髪のあるマーキュリーと来るのがちょっと新鮮。土方の人みたいな。あ、でもジコがそういうスタイルしてたじゃないですか。あー、長いね。でもそれ入るか入らないかどうやって確認するか知ってます？首に巻くんですよ。そう、それで届けばどんぐらい、ギリギリ、まあギリギリ普通に入るぐらいですね。そんな感じでここおすすめなんで、ぜひとも来てください。はい、ということでポゴが食べたいと。はい、火鍋です。はい、で前回これナヨンさんが紹介してくれた場所で、はい、紹介してくれたってなんかこう友達みたいな言い方したけど、ナヨンさんがここ行ってみたいな、うん、サイン会でね、うん、あの僕じゃないんですけど知り合いに言って、それを聞いて僕が代わりに行ってみたいな、はい、僕たちが代わりに行って来たことあるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよね。うまかったね。で何がうまいってお芋。大学芋。そう、デザートの大学芋がめちゃくちゃうまくて、そこまでがゴールなんで。今日は食べていきたいと思います。久々のもっぱん。6 hours later。 雰囲気もめちゃくちゃいいんだよね。そうなんだよね。まあ高いっちゃ高いよ。高い、韓国にしては、うん、いい店、まあ、日本で比べたらまあ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 ぐらいなんだけど、うん、韓国で比べたら高い。まあ高級店だよね。高級店だけどね。ということで、はい、今日はあなたが頑張って注文してみましょう。お注文ちっちゃいよ。ちっちゃいよ。うーん、チャドルバギー、はい、前回と一緒じゃない、これ。チャドルバギーだったと思う。ジョンシガ、はい、プラスなんかチャーハンみたいなの食べてたよね。あ、ポックンパップ、セウポックンパップ、はい、とは何ですか。エビの炒め野菜、あ、野菜じゃない、あのチャーハン。そうですね、わかる、漢字が出てきてる。わかるわかる。おテラね、テラソジュね、チャミスル、チャミスルね、チャミスルじゃなくてチョンチョロンにしちゃった。まあいっか。ということでこういう形で、はい、
行きたいと思います。はい、注文完了。まあ、こんな感じでね、これからはどんどんあなたに韓国で自分で暮らせるための全部頼ってばっかじゃダメだよ、考えて動けな、な、今回の天井からの雨のせいで、いやもう本当にね、分かったでしょ、韓国語、もう韓国語マジで大事っていうのは分かった。マジで周りが言ってること分からんと、もう置いてかれる。 A few inches later、 じゃーん、これよ、もうこれが火鍋ですよ。すごいもんね、もうこの山椒の、そう、めちゃくちゃいい香り、チャーハンです。チャーハン、そしてセラー。あ、じゃあ今回はあなたが作ってください、ソメク。どう作るの知ってる？知ってるよ。お、意外とこれぐらいでいいんですよ。はいはいはい。お、比率は何ですか？のりっす。 OK です。であとはスプーンでガンってしなきゃいけないけど、スプーンがないから、おお。じゃない、全然いけてます。いい感じ。まあ僕はもうじゃあ乾杯しますか。はい、乾杯。はい、うまっ。あ、いいじゃん。でまあ保護なんですけど、向こうタレ作んなきゃいけない。そう、向こうに行ってタレを作んないといけないんです。じゃあ行こう。なんかここにメニューみたいなのあるから、これを見ながら。わしはマージャン。あ、なんかピーナッツみたいな感じだよね、多分。私のこの味です。あ、いいじゃん。じゃあ作ってください、はい、でこの真ん中のね、輪っかになってるところが山椒とか全部入ってんのよ。あー、なるほどね。で、そこが抽出されてこっち側に入ってくるって感じなの。考えたら分かんだろ、お前。いつもそれ。じゃあ、ボックンパブいただきます。うん、うまい。すごいシンプルでいいんだよ。じゃあいただきます。うん、うまい。日本の火鍋もこんな感じじゃないの？え、日本の火鍋がわからん。なるほど。本社部とは違うな。どうなの？何が好き？この野菜の中だったら。野菜？ああ、これ？これなんだっけ？エリンギ。これがエリンギか。韓国語で？キノコって言っちゃうんですけど、キノコ、ボゾンって言っちゃうんですけど、ボゾン、ボゾン、ボゾン。チャドルバギって何？なんか、どこの部位かわかんないけど、正直。うん、とりあえずチャドルバギって牛肉なんですよ。牛肉はどこかの部位のこと言ってるんですか？なんか部位ってマジわかんない。じゃあハラミってどこって言われたら、知ってる人多分半々ぐらいじゃない？ハラミってどこは知ってる？横隔膜。そこ。あー、普通に一部くらいだった。マジでこのね、山椒の辛みがめっちゃ好き。まひるんすよ。そう、口の中がまひってくるんだけど、それがいいの。火鍋ってさ、はい、結構食べる。いや、全然食べることない。韓国で一番よく食べるなってやつね。韓国で意外とチキンかもしれない。確かに。逆に2週間何してたの、隔離の時。マジでほとんどネットフリックス。ネットフリックス何見てたの？その頃、うん、アニメ見てたの。何？なんだっけ、野球のアニメだったんですけど。メジャー。メジャーだな。大きく振りかぶって。あ、それ大振り。大振りみたい。韓国あるんだ。あったね。日本にいた時にキングダム見てたんだけど、うん、まあ韓国って見れなくなっちゃったから。これかくんまジャンゴ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 。らしい。大学芋が来たぞ。一番楽しみだったやつ。これ何？大学芋。火鍋に来て大学芋ですか？いや、めちゃくちゃうまいから。これはうまいね。多分これスタッフくんが一番やる。うっ、食いてって言ってる。ねえねえねえ、絶対言ってる。し、トゥワイスも食ってる。まあ、またこれも食ってんだよ。そう、普通はこれがメインですか？これがメインなんだけど、これが食いたいがためにこれ食いに来たんだよ。マジで、マジでそれぐらい好きなんだって。これね、嘘みたいにうまいから、マジで。で、これどうやって食べるんでしたっけ？これはですね、はい、結構ね、熱々なんですよ、これ。
はい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 、熱々でもうぐるーみたいな、氷水に入れて、はい、固めちゃうんですよ。はい、もう食べちゃってるんですけど、めっちゃうまい。あったかいの、めっちゃあったかくて、けど周りは一回冷やしてるからパリッパリなの。ねえねえねえ、でも中はふわーって感じ。ということで、お腹いっぱい食べました。お会計したいと思います。ということで、お会計の時に必要になってくるのはお財布。そう、この財布、マーキュリーが新しくグッズを出すよ。そう、下の概要欄から買えるから、ぜひとも買ってください。